こんにちは。学習塾1945です。今回もやっていきます。まずは一位停止をして解いてみてください。では、確認をしていきましょう。まずは正解以外の紹介からしていきますね。最初2番のアルザス・ロレーヌなんですが、これはフランスとドイツの領土争いです。この領土は最終的に第1位世界大戦でフランスが勝ったことでフランス領になりました。 で次、3番のズデーテン地方なんですが、これはドイツのヒトラーが併合で持っていきました。人がズデーンってぶつかってくるわけですね。ぶつかると当然触れ合うことになりますから併合ですよ。まあ、とにかくヒトラーと言ったら1940年くらいで第二次世界大戦を起こした人物ですので、そのくらいの時期の話だと思ってください。で次、4番のボスニア・ヘルツェゴビナなんですが、これはユーゴスラビアの話です。 ま、さっきの問題でも出てきましたけど、もともとユーゴスラビアにはティトーという人物がいました。で、彼はカリスマだったので、うまくこの国をまとめてたんです。でもこれ逆に言えば彼がいなくなればやばいじゃないですか。だから彼が亡くなった後、ユーゴスラビアは解体して紛争を起こすようになります。その結果独立して出てきたのがこのボスニア・ヘルツェゴビナですね。 ちなみに、このボスニア・ヘルツェゴビナなんですが、首都は第一位世界大戦のきっかけで有名になったサラエボ事件のサラエボですよ。ボスニアのサラエボ。ヘルツェゴビナのユーゴスラビア。だいぶ無理やりですね。ということで、残った選択肢の一番のカシミールが正解です。あの、織物でカシミアってあるじゃないですか。 あれはインド・パキスタンのこのカシミール地方から来てるみたいなんですよ。てなわけで今回は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。